皆さんこんにちは、証券ママです。今日は新じゃがと新玉ねぎでジャーマンポテトを作りました。じゃがいもをレンジでチンして、あとはフライパンで炒めるだけでとっても簡単で美味しくなります。定番ですが、おつまみやおかずに誰にでも気に入っていただけると思いますので作ってみてください。それでは材料です。まず新じゃがですね。新じゃがいもが2個、今日は2つで 380g くらいあります。今日はね、皮のまま使っていきます。もちろん普通のじゃがいもを皮を剥いて使っていただいてもいいです。それから新玉ねぎです。これが1/2個で 130g くらいあります。ニンニクが1かけ、それからブロックベーコンが 80g、これウインナーソーセージなんかで代用していただいてもいいです。調味料の方です。コンソメ顆粒が小さじ 1と1/2、それから塩コショウ、これ適量ですね。これお味を見ながらね、適量していきます。それから粒マスタード、これもお好みなんですが、だいたい小さじ2から大さじ1、これね、お好みで、お子さんなんかはなくてもいいです。それからバターが 10g、 あとはオリーブオイルと、あとはね、トッピング用のドライパセリです。これね、フレッシュパセリでもいいです。材料は以上です。はい、まずね、新じゃがなんですが、これはもう綺麗に洗ってあります。これね、適当な大きさに切っていきます。まあ、お芋の大きさとかにもよると思いますけれどもね、今日はこんな感じで半分に切って、これをそうですね、8等分くらいに切りましょうか。はい、そしてね、お水に一度さらしますね。これさっとでいいので、はい、こんな感じに切っていただいたらですね、これ一度こうやってでんぷんをよく洗って、もう一回よく洗ってザルにあげてきます。5分とかね、つけなくていいです。じゃあもう一度流水で洗ってザルにあげてきます。はい、こんな感じで流水で洗ってでんぷんを洗い流したら、これね、水しっかり切らなくてもいいので、まあ、これにもう少しだけね、お水を少し、大さじ1くらいかけます。そしてこれにラップをします。はい、じゃあこれにラップをしていただいて、ちょっとふわっとね、かけて1箇所こうやって開けていただいて、これね、お芋の大きさとかにもよると思うんですが、これ柔らかくなるまでチンしていきます。600ワットでだいたい、今日ちょっと大きめに切ったので8分くらいかかるかもしれません。とにかく柔らかくなるまでね、串がスッと刺さるまでチンしてください。じゃあ入れてきます。はい、そしたらその間にね、他のものも切っておきます。玉ねぎですね、ちょっとこれはここのね、根元のとこ切っていただいて、今日はね、くし切りにします。ちょっとこんな感じに1センチぐらいのね、くし切りにしますね。はい、こんな感じで、そしてばらしておきます。はい、そしたらね、ニンニクも切っておきます。ちょっとね、この真ん中のこの緑のね、この芽の部分ですか、ここは今日はちょっと取りますね。そして今日はね、みじん切りにしておきます。はい、にんにくはね、みじん切りにしました。そしたらベーコンも切っておきます。今日はね、ブロックベーコンです。結構ね、5ミリぐらいの厚さに切った方がね、食べ応えがあると思います。そしてね、これ千切りにしますね。はい、それではね、今日はちょっとね、大きめに切ったのでね、600ワットで8分かけました。まだの場合は追加します。
早く火を通したい場合は小さめに切った方がいいです。今日はちょっと食べ応えがあるように大きめに切って今8分チンしました。じゃあ串を刺してみます。こんな感じですっとねこう刺さればもう大丈夫です。そしたらこれをですねお水が出ているのでお水を切っておきます。はい、こんな感じです。と自然にこれ熱いとすぐお水切れますし、あ、柔らかくなってます、大丈夫です。はい、そしたらこれお水を切ってですね、はい、そしたらもう炒めていきます。はい、それではねフライパンに火をつけます。そしてまず油は敷かずにベーコンだけね先に炒めます。こういったテフロンとかねフライパンの場合はベーコン先に炒めるとき油はいいです。油は後のタイミングで入れていきます。で少しここで焼いてベーコンからね美味しい油を出して、お好きなねあのカリカリがいい方はカリカリまで炒めます。私はねそこまでカリカリにしないので、まあ、ある程度焦げ目がついたら玉ねぎを入れていきますね。はい、こんな感じで焦げ目がついてきたら玉ねぎを入れますね。はい、はい、そしてこのタイミングでですねオリーブオイルを大さじ1入れます。はい、そしてちょっとねこの上にですねニンニクのねみじん切りも入れてしまいます。ちょっと火を弱めますね。はい、これで玉ねぎが、まあ、しんなりしてねするまでちょっと油が回るまで炒めていきます。まあ今日は新玉ねぎですのでねすぐ火が通るのでこんな感じでちょっとね油が回ったらここにチンしたじゃがいもも入れます。はい、そして少しねこうあまり混ぜないでちょっとねじゃがいもにちょっと焦げ目をねつけた方が美味しいのでこんな感じでちょっとね置いてですね、そして時々ひっくり返しますね。こんな焦げ目がつくとね美味しいのでそしたらちょっとこうひっくり返しますね時々。はい、でまた少しこうやってしばらく触らないで置いておきますね。焦げにだけ注意してください。こんな感じでねちょっとベーコンなんかが焦げそうでしたらちょっと上の方にねこんな感じでやったりしながら、じゃがいもにねちょっと焦げ目がつくとちょっとね香ばしくなって美味しいので、こんな感じでね時々ねまあこう玉ねぎとかにもちょっと焦げ目がついてきます。はい、こんな感じでねだいぶ焦げ目がついてきました。そしたらここで火をちょっと弱めていただいてここに調味料を入れていきます。まずコンソメ顆粒は今日は小さじ1杯半です。それから粒マスタードですね、これお好みなんですが今日はね私多めにちょっと小さじ2ほど入れます。これお子さんなんかはね入れなくてもいいです。またはね辛いのが好きな方はねもう少し大さじ1ぐらい入れてもいいです。そして混ぜます。これでねベーコンも入っていますしコンソメ顆粒でだいぶ塩分はありますが、ここでねちょっと塩コショウをします。ほんの少しね、もし薄かったら後からでいただく時でもいいので、それから黒コショウもします。お好きな方はたくさんしてください。はい、そして混ぜますね。
ここはもうちょっともう焦げ気味になってきたので、ちょっと火を弱めてやっています。でもね、こうじゃがいもとかにちょっとこうベーコンとかね、焦げ目がついてとっても美味しそうです。玉ねぎにもね、焦げ目がついて、ちょっとね、玉ねぎ1個いただいてね、塩加減見てみます。もうだいぶいいです。あと少しだけお塩しますね。はい、今ねもう火は弱めてあります。はい、こんな感じでもういいと思います。そしたら最後にですね、バターですね、バター 10g 入れます。はい、ちょっとこのバターを最後に少し入れるとね、このさらにコクが出て美味しくなります。ここはね、弱火でやってくださいね。はい、こんな感じでバターが溶けたので、もう出来上がりになります。火を止めます。はい、それではね、出来上がったので盛り付けます。とってもね、美味しそうにできています。はい、こんな風に盛り付けたらね、最後にね、ドライパセリをかけます。これフレッシュパセリでもいいです。黒胡椒をさらにね、お好きな方はかけてもいいです。これで新じゃがと新玉ねぎのジャーマンポテトの出来上がりです。とっても美味しそうにできました。もちろんね、あの新じゃが、新玉ねぎでなくて普通の玉ねぎでやっていただいてもいいです。ただね、このじゃがいものね、加熱時間はちょっと調節してみてください。じゃあ後でいただいてみたいと思います。はい、それではね、出来上がったのでいただいてみたいと思います。とっても美味しそうです。ちょっとね、じゃがいもにこんな感じで焦げ目をつけるとね、美味しいです。はい、じゃあいただいてみたいと思います。今日はね、新じゃがですので皮付きのままね、作りました。じゃあいただきます。今日はね、やはりこのマスタードがね、とってもいい仕事をしていて、とっても美味しいです。で、最後に入れたバターも効いていて、ちょっとまろやかな感じになって美味しいです。新玉ねぎもね、甘くなってとっても美味しいです。今日は新じゃがですのでね、皮付きのままレンジでチンして、あとはフライパンで炒めるだけでとっても簡単にできますので、ぜひね、作ってみてください。これお酒のおつまみにも、お子さんにもね、このマスタード入れなければ お子さんにも気に入っていただけると思います。お弁当に入れたりとね、いろいろおつまみに、とにかく最高に美味しいですね。ぜひね、簡単ですので作ってみてください。とっても美味しくできました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきありがとうございました。じゃがいもを使ったレシピの動画は他にもたくさんありますので、よろしければ概要欄に貼っておくのでご覧ください。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。しょうけんママでした。